はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。これはどういう状況かしら。もう始まったばっかりなのは間違いなさ、うおー、いる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 間違いなさそうではあるが、分隊員はおらん分隊員はおらんね。拾われたか。左は撃たれたんか。撃たれそうじゃん。ナイスカット。なんか後ろから俺撃たれてる。あぶね。めちゃめちゃ危ない。やべやべ。どう？どんな感じ？ここ見に行った方がいいような気がするな。タンクナイス。タンクナイス。いいよ。さすがにもうここ張られてる気がするんだよね。あ、でも頑張ってる。なんか向こうまで逃げてったけど。待て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 、いていて、まだいるかまだおる。そのブラーゲとか結構渋い武器使ってるし。いや厳しそう。人数が足りてないのは厳しいね。まだいるなこの辺。あ、誰か来てくれた。そういるぞ。ナイス。いるな。どうだ。まだいる。いて。まだいる。多い多い、敵が多い。ただこれ敵もそんなには撃ってこないってことは、これ少人数戦っぽいな。ただこっちはしっかりヒーローも出してんじゃん。びっくりした。なに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 、あ、死んでんのかあれ。怖え怖え。結構いるな。ほいっと。ターゲットロック。んと言って、裏まだいる感じか。運んでくるのをなんとかしたよね。どっち側に運んできてるこれ。こっち側か。いるね、近く。隣接戦闘に移行する。よしよし、あ、死んでる。搬送車は？搬送車いない。あ、人のような足を包むなと思ったボスクだったわ。来てんの？敵をスキャン。ナイス。いいよ。まあ、現在ね、いや、あの、趣旨説明じゃない、あれの説明したかったけど、現在、ファストスポーンなんで、サクサクと敵も来ると思いますので、我々もちょっと待った。あー、いや、まだ向こう持ってるよな。人いたよね今。よいしょ。ボスコってリセットされるかな。もうやるね。俺そんな体力減ってた。サクッと一撃で落とされたな。また左持ってくるねこれ。頑張ろう。ポイント貯めて最終フェーズにヒーロー使えるように頑張ろうね。これはじく場所とはじく方で、あ、右は撃たれるね。もうヒーローがいっぱいいる。ヒーローがいっぱいいるけども、え、もうそっから撃てんの。うますぎん今の俺も体力減ってるわけでもないのに持ってかれたな。やるわ。
エイム良すぎやろ。敵エイム良すぎやろ。ほい。敵エイム良すぎ問題あるな。あー、ダスモールがやられてる。敵もヒーロー出してきてっからな、結構。なんかいなかった、いた。めちゃめちゃブンブンしてくるな。まあ、そうだよね。ブンブンしすぎだよね。敵もブンブン丸だね。ここにいる？敵もブンブンパーティーしてるな。グレネードしよう。もうすごい逃げてるけど、回復してんのかな、体力で。体力回復してんだろうな。ヘビー出すか。あ、押されてる、押されてる。助けに行きたいけどまだ出られない、そこには。次のヒーローも来そうだよね。ライン上げた方が良さそうな雰囲気あるけど、いるぞーいるぞーいるぞー。ヒーローいそうな方行くか。そこなんかいるな。おっなぬ削れんかった。ヒーロー結構単独行動が多いな。敵も味方もって感じだね。ただ味方は結構前に出てるから撃たせてないのは強いかも。そうね。でタンクは前に出るいいんじゃない。どうなってますか。いますよ。この辺、この辺、この辺。どんな感じや。ここは一気に上がりたいけど、難しいかもね。難しいかもね。とりあえず撃っとくか。いいよ。結構若きジェダイがいっぱいいるね。ドロイデカ使って先に行った方がいいのかな。アイデンやられちゃってるね。後ろにあった。押すか。一応悪くないね。いいよ、みんな上がってくれるとありがたいね。多分止めに来るから。そうだね、カイロレンとかがちょっと前に行ってもらって見てもらうだけで全然違うね。爆発物痛いが体力は多めなんで。ヘビーはオッケー。これで帰れんくなったっしょ。帰れなくなった敵を、帰れなくなった敵を見る。人数も回復した、素晴らしいよ。悪くない。アナキンも帰りそびれたね。よいしょ。結構いそうだね。ダメージはだいぶ入った。上から撃ってる人もいるんじゃないかな、これ。上いるな、結構。
ードにセット。ヤクザの名にて警戒中。あ、これ死ぬこれは死ぬ。タレット空いてる。使おう。復讐の時が来た。俺がもらう。待てい。どこ行った。死が私をここまで鍛え上げたのです。いた。いない。ちょっと回復したい。回復してえな。ちょっと一旦休まして。一旦休みてえけど休ませてくれねえな。おっ、倒した。ファストスポーンだからな、多分のんびりしてるとやられるんだよな。のんびりはしてらんねえ。いや、痛えな回復始まってくんない。壊しときてー。倒した。ランドは倒したが、ちょいちょい置かれてる。これ邪魔だな。抑え込めたか。うわ、危ねえ。なんかいた。お前は無力だ。おお、あ、戻ろ戻ろ戻ろ。戻れない戻れない。ギリギリ入んないのか。この時を待っていた。いや、結構押し込んでるのにいないな。しかも恐れるね。どこ行った？もらった。いない。俺のものだ。いないな。味方押し込まれてんな。どういうことや。何を食らってる？なら見せてよ。詰めた方がいい。向きが来たぞ。前じゃないと負けんな、これ。欲しいな、突撃が。突欲しいな、味方の。下がってるな。危ない。逃げん逃げん。いや、いねえ味方。いねえ。マジか、きつすぎる。下がりすぎや。これは厳しいね。普通のユニットで戦ってる人が少なすぎる。ヤ
座の間に到達した。制圧を開始する。ヘビーとかバンバン撃ってからやったらダメなんですよ。いや足りねえなこれ本体力じゃ。いやきつい、前線枚数足りなすぎだねこれ。下がりすぎじゃないみんな。みんな下がりすぎじゃないかな。押し込んでるのに全然制圧ゲージ上がんなかったな。やっぱ人数少なめだったって感じか。ヒーローもしっかりやってたんだけどな。ダメでしたね。いや、なんでこんなにこっちのチーム多めなのに。あー、ダメか。キルにはしゃぎすぎてる人が多すぎるな。もったいなーい。これで負けるのはもったいないね。いや、さすがに人数少ない時にキル狙いだと、多分ね。いや、敵が来ないから、多分、敵が来ないから敵待って、勝ってを繰り返してると、多分負けるんだよな。いや、人数少なめだったら、なおのことさっさと、勝てその時に勝っちゃえばよかったのに。これ、キルムームの弱いとこ出ましたね。はい、というわけで。もったいない。勝てる試合をミスミス捨てちゃいましたね。まあ、状況を見て、キルムームしないと、こういう残念な結果を招きますので、ぜひ皆さんも注意してください。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。